さあ始まりました。薄倉俊介の、ちゃんとしないと日本ゴールドということでね、さあ始まりました。普段はですね、コンビでやる予定のラジオなんですけども、実はですね、ちょっとうちの相方が体調不良を患いまして、急遽、一人でやることになりました。僕もね、どういう体調不良かという内容に関しては、未だ分かっておりません。というのも、本人から返信がないですから、一応体調不良をということだけはなんか本人つぶやいていたので、その内容によりますと、今後、高円寺漫才部は、ちょっとその体調次第で、出演を見送らさせていただくというような、ことらしくてですね、引き続き、僕はちょっとピンでね、頑張っていきたいなというふうに思いました。はい、ということで、なんて言うんでしょう、ちょっといびつな、ピンでのね、コーチ会という、ことで、岡本ミックコーチというですね、普段吉本の芸人さんの劇場だったりとか、いろんなラジオの、ラジオの出演されている芸人さんの、そういったサポートをさせていただいている、作家さんに、今日ですね、ネタを見ていただいたんですよ。で、ネタといっても、僕の場合は最近上げてるのがギャグでしてね。はい。今日で言うと3分4分の尺を、10発、ぐらいギャグをつなぎにやったっていう、これをですね、作家さんに見てもらいました。で、アドバイスを、終わった後にですね、ちょっといただくんですけども、本当ね、最初オープニングで、コンビのトークの時に、だからギャグをやったんですよ。それも別にこういうの今やってましてっていう感じでですね、2、3発見せたところ、前回ですね、やったギャグが結構作家さん好みだったみたいで、私結構ね、その薄倉俊介さんはギャグの才能があると思いますと、すごいですね、何ですか、絶賛していただいたと言って過言なんですけども、なんかすごいね、そのギャグをやり続けていいよってね、背中を押していただいた気持ちがして、すごい嬉しい気持ちになったんですね。で、今回はギャグをね、本ネタに出したんですけども、何箇所かその狂ってる感じというのが他の芸人さんには出せない味を持っているから、今後その漫才の活動をするにあたって、ここをめちゃくちゃ生かした方がいいですよ。だから今すごい狂っている感じの漫才師といったら、ランジャタイさんだったりとか、あとはね、誰になるんだろうね、だから昔言ったら西川のりお、上方よしお師匠とか、つくつくすぼう、つくつくぼうみたいなね、ずったかだ、ずったかだ、ずったかだつって、客席降りちゃうみたいなね、なんかそういった狂ったあの感じが、あのギャグの中では垣間見れてたんで、それをね、今後の芸に生かした方がいいですよみたいな、それはなんかギャグっていうことにとらわれない方がいいとも言われまして、なんかこの空気感を漫談に落とし込むのか、コントに落とし込むのか、そのギャグだったらもう引き続きギャグに落とし込むのかみたいな、なんかそれもなんかすごい勉強になりまして、でなんかショートムービーも、なんかこう1本ネタを更新するというよりは、この3発パンパンパンってやった後にコメントを振っていう、なんかそういう動画とかもできたらいいですねみたいな、実際今ね、プーク人形劇場でやったそのライブの動画、結構100人キャパの、入ったホールでピンでですね、やらせていただいたんですけども、結構すごい受けてたんですよ、自分で言うのもなんだけど。でそれをちょっと動画で上げさせていただいたところ、今そっちの再生回数もね、その普段の漫才とかコントとかよりも全然もうね、再生回数回っているんで、なんかね、この狂うというのか、お客さんをこう引き込む世界観というのかね、今後そういうことをうまくこう生かすことができたらなって、勉強になりましたね。っていうか、ここまで何て言うのかね、絶賛していただくと思っていなかったので、アドバイスを受ける前とか、いや本当ありがたい、すごい励みになる、いい回になりましたね。で今はネットカフェにこもって新ギャグをですね、編み出すと、いうことで、ずっと今こもってるんですけども、
まあ、阿部美奈っていうね、また日本一をひどい女芸人がいるんですけども、なんか昨日誕生日を迎えたんですよ。33? まあ、年あんま言わない方がいいんですけど、まあ、実にいいと思うんですよ。別に33であろうが。年なんて関係ねえしなと思って。で、なんか33になったっていうんで、やむ会みたいなので、さっきまでちょっと生配信してたんですけど、ずっとシャンパン飲みながら号泣して、ウィーウィーウィーつって言って、そう、なんでしょうね。この、またなんか余計なこと言ってんじゃねえかっていう心配でね、まあ見てたら、なんかずっと泣いてて何やってんのかわけわかんないんですよ。本当に。で、なんかあの、生配信のやつって、最初からまあ見れることが見れるんで、なんか見てたら、まあなんかその時に、まあ、シャンパンを飲みながら、33を迎えました。で、なんか、こうこうこうで、まあ、なんか、いろいろと人生辛いことがあって、つって、まあ、ウィンウィンウィンって、あの、泣き始めたっていうことで、なんか、最終的には廃業しますとか言っちゃってるんですけど、おい、大丈夫かよと思ってね、また、あの、こいつは辞める辞める詐欺っていうのをやってますから、ちょっと心配になるんですよね。また、そうやって、なんか、廃業しますって言って、で、また、すっきりしたら、廃業しませんみたいなことになったら、そうだからね、そう、あいつは本当にもうちょっと、まあ、酒好きなのはいいんだけどね、うん、ちょっと心配になるんで、うん、まあさ、まあまあ多分酒の勢いで行っちゃったね、からもう後戻りもできんし、うん、もうコメントもね、結構やっぱお客さんとかもう見始めちゃってるんで、そりゃね、まあ俺が今からね、ふざけんなとか、なんかそう言える空気もないからね、うん。なんであんなこと言うんだろうなぁなんて思ってね、ほんと、いないうちにね、ほんとに、もう説教足りたいくらいね、もうあいつはバカ野郎だなって思っちゃうんですけどね、うん。まあさっきまでそういう配信があったんで、もうネットカフェにこもってからね、全然新ギャグっていう状況じゃなくなっちゃって、うん。まあ動画、今作ってて、はい。その動画もね、なんか僕、効果音かなんかが、あのちょっと必要なんで、それをね、テープレコーダーというか、ボイスレコーダー機能で撮って、で、まあ、それを今、その、なんていうの、そのアプリ、作成アプリで、まあ、ダウンロードして使おうと思うんですけど、全然ダウンロードされなくてね、そう、だからそれ待ちで、なんか、いろいろと YouTube 漁ってたら、あいつが、まあ、生配信で号泣してるから、もう一歩も作業は進んでないですよね。もう参っちゃうよ。2時間、4時間ぐらいもうネットカフェにいるんですけど、12時間借りてて、4時間だからもう半分、3分の1はもう無駄にしてるっていうね、もう冗談じゃないよと思って、まあ明日は別に何にもないんですけど、まあ何にもないからといってね、うん、ずっとね、それこそいろいろとこちょ試行錯誤をね、考えてる時間を無駄にしたくないんでね、本当にまあ嫌になっちゃうなぁと思ってね、いるんですけども、まあ、なんかそういう、なんていうの、まあいろんな人生を送っている人たちに背中を押してくれてるのが、まあ武井壮さんの言葉とかでね、うん、やっぱ俺は武井壮さんってすごいなぁって、別にその武井壮さんのことをいつもツイッターでフォローしてるわけではないんですよ。うん、で、まあ何でしょうね、たまたま、こう誰かのリツイートで飛んできて、まあ、武井さんという方がね、プレミアム会員なんで、ツイッター、あれ、何百文字も、まあ、書けるようになってるんですよ。で、まあ、そのね、まあ、努力と才能のことについて、まあ、あの方っていうのはテレビでもまあおっしゃってて、で、まあ、その努力したものでしか見れない世界というのがあるんだと。で、まあ、必ず努力をして、例えばですよ、M1 優勝とかね、キングオブコント優勝とか、なれるかといったらまあ確定ではないけども、努力をすることによって、一つレベルを上げることっていうのは誰でもできるんだと。うん、で、そこでまた見える景色っていうのは違うんだと。で、努力を、押し付けんなという、批判な声もあるけども、努力しなかったら努力しなかったし。ただ、一つね、俺がこうやって芸能界とかで活躍してるのは、何もこうやって努力っていうことがあったからできるんだっていう、そういう世界を、目指してる人たちを、俺は
そこに向けてやってるんだから、努力しないやつはこのツイッターを見ないで、もうブロックしてもいいぞみたいな。俺はその頑張る人のために、俺はつぶやいてんだみたいな。すごい熱い、140以上のメッセージ。で、本人がね、なんか投げよとか、なんかツイッターで、なんかツイッター民かなんかに、なんか返信が来るみたいな。そんなやつはもういいですって、僕から勝手にブロックしますからみたいな。僕はあくまでも頑張ってる人に向けて発信してるんだっていうね、この何て言うんでしょうね、頑張る人の味方という。で、なんかその自分のね、どうしてこのような形で、今の芸能界に、まあね、バラエティ番組に出てるっていうのも、まあいきさつも全部書いてるんですよ。で、すごいんですよ、やっぱ。例えばなんかその競技もね、その運動できるやつも、野球とゴルフに絞って芸能人に近づいて、その芸能人に近づくだけじゃなくて、トークのスキルとか、そのバラエティ番組で話が上手いなっていう人のテープを録音して、自分で真似てみて、いろんな人にいろんな話を試して、それで、あ、こいつ面白いなっていう一個の芸を5年以上磨いて、それで今のバラエティ番組に出てるんだっていう話。百獣のなんとか王って今言われる前、いろんなことをやってた。その上で、何て言うか、ライオンの倒し方とかね。あと、シマウマとか、あと、芸能人で、もしね、そういう格闘家ですごい、ボブ・サップとか、アントニオ猪木みたいなやつが襲ってきたら、武井壮はどうすんだみたいな、そういうのとか、全部、なんか、磨いてね、やってるわけですよ。武井壮さんでも。で、武井壮さんが自分でも書いてありましたけど、個人事務所なんで、全部自分でマネジメントしてね、飲み会もできるだけね、行けるだけ行って、顔を出して、そんで、いつでも、こう、いろんな人に顔を、ね、覚えてもらえるように、いろんなところに、カルマミルク飲みながら挑んだとか、全部の歴史が書いてあるんですよ。で、多分、この歴史、ツイッターで、ね、文字で収まってると思うんですけど、年月からしては相当えらい時間かかってるんですよ。ね？何が言いたいかというと、人間、ここまで努力しないと、ああいう人たちっていうのは、芸能界で飾れないんですよ。で、まあ僕は今全然売れてませんよ。で、ね、こうやって今ネットカフェでギャグを1個、作って、まあ作るために今こもってますよ。3000円払ってますよ、毎月。その度、毎月じゃないかな、毎週か。っていうのとですよ。なんかもう朝、スーパーの時間が早いから、もう夜10時には寝なきゃって言って、何にもしないで寝てですよ。んで、まあ言ってしまえば朝迎えて、バイトに行って、で、まあライブもね、ギリギリに入ってくるわけですよ。なんなら演者さんのね、来た後に、もうみんなが来た後とかにも、普通に何も思わずに入ってくるわけですよ。で、いうことが果たして努力してるって言えるんですかっていうことなんですよ。だからこれ別に努力が大事か大事じゃないかはまあいいですよ。別に努力しないで、努力しないなりの僕は幸せな生き方っていうのもあると思います。僕もね、そのお笑い始める前とか、バイトね、まあ大学2、3年生ぐらいですかね、バイトして、ある程度のお金収入を得て、まあそれでね、自分の好きなもん買って、そんで好きなもん食って、旅行してみたいなね。まあ旅行も別に深夜バスで自由ないろんなところ行けますよ。行って楽しい思いしましたよ。お土産も買いましたよ。ね、いろんな遊園地とかアトラクションとかたくさん経験しましたよ。そういう人生でも僕はいいと思います。正直。別にそんな、俺は別に誰の人生なんて否定する権利なんてないから。だけど、まあ僕はね、その僕の持論では、芸人っていうのをやっている以上、やっぱみんな売れたいわけですよ。で、なんで売れたいかって言ったら、親ね、育ててくれた親に恩返しをしたいとか、ね、その自分のことをね、まあ本当、ね、最初はライブで会うだけの関係性からですよ。まあ、お世話してくれてる先輩も何人か出てくるわけですよ。そういう方々に恩返しをしたいっていう、やっぱ思いが強いんですよ、僕は。自分のことを面白いとね、少しでも言ってくれた人に恩返しをしたいんですよ。そのためにね、どうするかって言ったらですね、
まあ、例えばもういろんな人によっては M1 で結果を残したいもあるだろうし、まあ、あとはそういうね、有名なところからまたね、そう、でっかい劇場を借りてとか、そういうことを考える人もいてもいいと思うんです。というのも、これ何がしないかって言ったら、やっぱり努力しないとダメなんですよ、これ。その、お笑いも面白い面白くないじゃなくても、これはどの世界でも努力は必要なんですよ。で、まあ、国立演芸場の話をもうこのままするんですけど、国立演芸場なんてあれ簡単に借りれないんですよ。どういうことかというと、僕がもう去年の2月3月の時点で、まあ、それもですよ、最初に、2020年、21年ぐらいかな、秋にまず国立劇場に電話したんですよね。どうしたら国立演芸場を借りれますかと。で、まあ、その借りれますかっていうんで、もう少しですね、ちょっと抽選の、ことがあるんで、来年の2月まで待ってくださいと。で、来年の2月に電話をかけ直しました。そしたら次はですね、来年の3月のいついつに、予約が始まるので、そちらに、向けてお電話お願いしますと。で、まあ、パンフレットをいただくんですよ。こういう時間で、このままで何時何分に、予約の、その、なんか入れる電話みたいなね、その電話番号も書いてある資料をゲットしまして、で、それでですよ、まあ、開始になったからって一発目で予約ができるっていうわけではないんですよ。ライバルがいるんですよ、たくさんね。だから、もう電話のね、前で僕は待ちましてですね、バイトも休んで、そんで何回も何回も10回以上下手したらかけ直して、ようやくつながって、じゃあ6月12日国立演芸場予約お願いしますと言って予約できたんですよ。これどういうことかっていうと、ここまで何もやるかにって何ヶ月以上計画があったんですよ。もう終わったから、今だから話しますけどね。っていう、まず努力っていうのは必要じゃないですか。ね。で、まあ、ネタに関してもそういった努力ありますよ。まあ、例えばその宏池会で文字にした方がいいと、台本をちゃんと清書した方がいいと言われたら、まず必ずは清書しなきゃいけないじゃないですか。清書した上でネタ合わせしなきゃいけないじゃないですか。で、そのネタ合わせをしたいのに、バイトがどうもこうもできないと、どうのこうの自分の生活が成り立たないっつって、もう自分のバイトの方を優先してギリギリに来て、これどうやってネタ合わせできるんですかっていう話じゃないですか。ね。そこでもう努力っていうことに関しては破綻してるんですよ。それはもうだって努力してないんですから、その後ね、やっぱコーチにあの後散々言われますよ。だってしょうがない。努力してないんだから。で、そういうところに僕は時間を奪われてるわけですよ。奪われてるのに、平然とした態度で劇場に向かう。これ、どういうことなのって。で、これを、よしと、するかしないかっていうのは、僕としては許せないっていうだけで。そう。だから、やっぱ努力しないとダメなんですよ。結局、どういう道たどったって。何を覚えるにしたって、何をやるにしたって、やっぱり努力しないと続かないんですよ、これ。だから、誰かが言ってたんですけど、こう、努力をし続けることっていうのも、才能の一つだとおっしゃってた方いますね。そうやって、こうやって、例えば、まあ、何でもいいんですよ。ちっちゃいことでも、YouTube を1個更新しますとか。いや、あとは、まあ、TikTok とか。まあ、人によっては Instagram をね、毎回メインにやってる人もいるんでしょうけど、そういうね、やっぱみんなやってるんですよ。やってることが全てではないですけども、みんな、何かしらやってるんですよ。だから僕はね、なんていうの、まあそれだって続かなかったら続かないなりに、じゃあどうしたら続けられる方法を考えるかっていう、また違うことを考えればいいわけですし。
なんかさっきもね、安倍美奈が酔いながら TikTok の悪口言ってましたけど、もう見たくもないって、別にね、TikTok のアカウントを誰かが持ってて、それで安倍美奈の代わりに更新するだっていいわけじゃないですか。なんかそういうのもあるんで、なんかマネージャーさんが、なんかね、タレントさんに質問してもらうみたいな感じで来るとかね。ああいうのでもっていいわけですよ、うん。だから別に自分で更新することだけが全てじゃなくて、更新ができないんだったら、他の人に任せたらいいんじゃないっていうね、ことだしね。うん、だからなんか、もう一言で口悪いこと言うと、しょうがないんですよね。うん、結局自分なんですよね。自分が蒔いたその怠慢っていう種を、それを人によってはなんか棚にあげて人のせいにしたり、うん、あるいはですよ、まあそれをやらないっていうままにして、それでですね、まあ自分で、あいつがそんなこと言うからおかしいんだみたいなね、まあそれも他人のせいか、うん、まあ自暴自棄になったりするとかね、はい。まあいろいろと酔っ払いながら配信するやつが出たりとか、そういう風になるわけですよ、うん。だから全てはもうシンプルに怠慢なんですよ。全部怠慢、うん、怠慢しなきゃみんなちゃんと一個ずつクリアしていったらですね、そんなね、成長って簡単にできるから、うん、怠慢さえ潰していけばいいだけの話なんですよ。うん、いやだから僕はだから努力しない人間の方が考えられないし、やっぱね、うん、それはほら努力の仕方をもっと考えるべきだと思うんですよ。もし続かないなら、なんで続かないんだろう、なんでどうしたらこう続くことができるんだろうかとか、僕も悩みましたもん、正直。例えば YouTube ショートとかね、うん、で YouTube ショートって言って、最初は若手の後輩を捕まえて、そのライブシーンの中身みたいなのを上げてたんですよ。だけど、まあ、毎回毎日で、ね、いじったら面白いような後輩っていうのが現れるわけじゃないから、結局、ライブがない時とかは更新止まっちゃって、まあ、それで結構おざなりになってたんですね。うん。で、これじゃあちょっとまずいなって言って、YouTube ショートどうしようかって言って、で、YouTube ショートで、考えてる最中に、その深夜の高円寺漫才部でなんかパクリ枠みたいなのを考えてたんですよ。で、まあその時にノーアキトっていうね、イエスアキトの偽物っていうコントをやって、まあくだらないギャグをしてノーっていう叫ぶっていう、まあ、シンプルにまあこれをやったんですよ。で、当然まあイエスアキトのオマージュなんでギャグを考えなきゃいけない、まあ3、4、5でもいいから簡単なギャグを考えなきゃいけないって、まあそれが本当に受けたんですよ、お客さんに呼んで。で、これはちょっとなんかあるぞと思って、自分の中で。これはちょっともしかしたら、一発ギャグの、なんか考えるセンスがあるのかなっていうんで、そっから一発ギャグってどうやってつくんだろうっつって、いろんな資料を集めて、あ、一発ギャグに必要な要素はこれなんだっていうのを捕まえてですよ。それで、ああやって自分でこうやってこもって更新してるわけですよ。これ誰かにやれって言われたわけじゃないですからね、これ。全部自分がこういろいろとロジック立てて考えたわけですよ。で、結果 YouTube で今、まあもうあと何個かで50個になるんですよ。だから50日連続で今1ヶ月以上更新し続けてるんですけど、やっぱそれぐらいやったおかげでね、最初50近くしかない登録者数が、今98超えて100ですよ。だから1ヶ月に以上で50人獲得してるんですよ。これってやっぱやらなきゃって思わないけ、やっぱできないですよ。そんなね、甘い世界じゃないから、本当に。うん、そういう、なんか僕ね、だからそうなんだ。みんなさ、なんか、別に、これは、あれですよ、もう誰がとかじゃなくて、みんな、例えば、不満を持つわけですよ。オーディションがねえやとか、うちの事務所はオーディション少ねえんだよとか、言うわけですよ。賞レースとかも、もう出るもんねえよ、みたいな。うん。でもね、
意外にこういうのあるんですよって紹介したら知らない人が多いんですよ。ええあそうこんなのあるんだみたいな、あれあそのオーディション知らなかったわっつって、で僕が持ってくるオーディションでフリーの芸人でも受けられるやつなんで、ということはですよ、そのフリーでも出れるオーディションことさえも知らないってことは自分から情報も探してないんですよ。ってことはもうその時点で熱ってあんのって話になるわけじゃないですか。熱ないんですよ、うん、だって探してるじゃないですか僕みたいに熱だったら、うん、だから熱ないんですよ。熱ないのをなんかすごいなんか熱あるっていう風にしないとみんなからなんか熱ないやつだなって思われるの嫌だから、もう自分頑張ってますよ、結構こうやってるんですよみたいな気持ちでやってんだと思うんですよ。うん、熱ないんですよ。だから何やかんやこうなんていうの、ちょっと一個なんかここがこうだからちょっと俺には向いてないんじゃないかとか、うん、あこうだからちょっと俺は違うなとか、違うなじゃないんですよ。もうやらなきゃいけないところまで来てるんですよ、ものによっては。うん、だから僕はね、そういう言い訳とかを自分でなるべくしないようにしてて、それは言い訳って何でも言えるんで、結局あこうこうこういうことだったんですよって、まあ例えば何でもいいですけど、ギャグ滑ったとかでも、いやちょっと家帰った時にちょっとふと寝たら、そのまま睡魔に襲われまして、それでふってギャグの時間を考えようと思って時計見たらもう行く時間になっちゃって、そんでもう慌ててギャグを作ろうとしても全然頭が回らなくてみたいな言い訳って何でも言えるんですよ。でも言い訳言ったとって前に進まないんですよ。うん、その不幸自慢とかも絶対調べたら別にいいことを、そんなことを言う必要ってあるのかとか思いますから、うん、だからこれね、そういう、まあ、例えばほらオープニングで、うん、なんか頑張るライブみたいなことで、でそれを無観客で好自慢をするという、まあ、俯瞰的から見たら僕は面白いなと思って、なんですかね、そういうものに対してツッコミポイントとかに入れたりするんですけども、まあ、それは別にお客さんいてもそうなんですよ。こうこうこうでこうでしてって言ったとて同情するわけないと思うんですよ、うん、だって同情したとてどう思えばいいのっていう、うん、じゃあ例えばですよ、まあ僕が死ネタ考えようと思って死ネタライブ当日になったんですけど、何も死ネタが思い浮かばなす、すいませんでしたみたいな、まあ、感じになったとするじゃないですか。それで、まあ、見てた人が、しょうがないよね、みたいな、言うと思うんですかね。うん。死ネタライブって言うんで、見に来た人にとっては詐欺じゃないですか、そんなの。できませんでした、なんて言われた。意地でもいいから、死ネタだと思うようなネタ作ればいいんですよ。荒くたって。うん。だから僕の中では、その、まあ、よくね、言い訳する人って、まあ、皆さんの近いところにもいるかもしれないですけど、うん、だから何と思うんですよ、全体的に。うん。その、言ったとて、それは君はすっきりするかもしれないけど、言われた本人は何を思えばいいのっていうね。ただ、モヤモヤを人に与えてるだけなんですよ。うん。いや、そういうのはもう、キャバクラでやってください。アドバイスとして一番ふさわしいアドバイスを言いますけど、キャバクラとかガールズバーとかそういう水商売系の女の子に全部投げてください。うん、それは何でかっていうと、もう彼女たちはそれを商売として聞きますから、うん、で褒めてくれますから、あなたのことを。うん、絶対その方が得です。だったらそんなにもう言い訳という言い訳を散々もうその人に言いたいんであれば、うん、
と僕は思いますけどね、うん、というわけでございまして、今日はちょっとあんまね深夜なんでちょっとちっちゃい声のウィスパーボイスでお届けしましたけど、まあ、来週はね、まあ、コンビ揃ってできたらいいなとは思いますので、はい、この辺で私の、一人喋りは終わりにしたいと思います。以上です。ありがとうございました。おやすみなさい。